ペーター・フリードリヒ・ルートビヒは、オルデンブルク公国の折衝、後に、第二代オルデンブルク大公。ペーターは、ホルシュタイン・ゴットルプ家の公主ゲオルク・ルートビヒと、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルクベック家の公女、ゾフィー・シャルロッテの息子として生まれた。彼はまず、叔父のオルデンブルク公、フリードリヒ・アウグスト1世の居城で養育され、ついで重視のロシア女帝カチェリーナ2世の手元に、引き取られた。 また、スウェーデン王、アドルフ・フレドリクも、ペーターの叔父であった。1776年、ペーターは、いとこで、オルデンブルク公家の四次であるビルヘルムの後任として、リューベック司教領の補佐司教に就任した。1785年に、叔父のフリードリヒ・アウグスと一世が死ぬと、ペーターは、精神疾患であったビルヘルムに代わりオルデンブルク、公国及び、 リューベック市教領の事実上の統治者となったが、公爵位を継いだビルヘルムが1823年に死ぬまではオルデンブルク公の称号を名乗らなかった。1803年の帝国代表社会議主要決議において、ペーターはオルデンブルク領内のエルスフレター・ベーザー税関をハノーファー選定公領に譲り、それと引き換えにハノーファーからビルデスハウゼンを、そして、 ハノーファーが支配するミュンスター市教領からベヒタ及びクロッペンブルクをそれぞれ獲得した。また、リューベック市教領はオルデンブルク公国の領内に正式に組み込まれた。1806年、オルデンブルク公国はオランダ軍とフランス軍によって占領された。オルデンブルク領内のファーレルとクニプハウゼン領はフランスの衛星国であるオランダ王国に奪われた。 ペーターはナポレオンの開いたエルフルト会議に出席することを余儀なくされ、1808年にはライン同盟に加盟した。こうした情報も虚しく、オルデンブルクは1810年にナポレオンによって征服され、フランス帝国に併合された。ペーターは保証としてエルフルト綱領を譲られることになったが、これを受けようとはせず、家族を連れてロシアに亡命した。 1813年、ナポレオンが失脚したのに伴ってペーターは、オルデンブルクに帰国し、オルデンブルクとイエーファー領の統治を任された。ペーターは、領内の一般民にも兵役を課そうと考えるようになり、オルデンブルク不評連帯を創設した。1815年のウィーン会議の決定により、オルデンブルクの君主には、大公の称号が与えられたが、 ビルヘルムもペーターもこの称号を名乗らず、ペーターの息子アウグストが1829年に即位した時に初めて交渉した。オルデンブルクはウィーン会議に際し、ビルケンフェルトなどの領土を獲得した。1781年、ビルテンベルク公、フリードリヒオイゲンの娘フリーデリケと結婚したが、1785年に死別した。夫妻は二人の息子を設けた。 ありがとうございます。